はい、皆さんこんにちは、ちゅでございます。ユーロトラックシミュレーターツやっていきましょう。久しぶりですね、ほんと。いやー、不定期枠がね、今週はもうこれだけですね。いやー、申し訳ないです。あ、でもあんまりに久しぶりなんでバージョンアップもしちゃいましたもんね。じゃあやっていきましょう。いやー、もうねー、あ、でもね、やっと仕事がほぼ終わりました。ほぼね、今週、あとね、来週のね、もう、月曜日からテストで、マニュアルちょっと簡単って、もうマニュアル代いただいてないんでね、もうお客さんがね、安く安くって言うからね、マニュアル代も取ってないんでね、すごく簡単。よかった気がするなぁ。なるべく前の仕様に合わすようにと言われちゃったんで、あ、なに？ハウリングホップ？これ、ハウリングって言うんでいいのかな？わかんない。まあ、仕事ないよ、閲覧。いや、それよりも、私、あ、移動はしてないんだ。グダニスク。グダニスクから、何これ？あ、コロナウイルスの、バシーン？ベイシン？ひょっとすると、まあ、コロナウイルス運ぶんじゃないよね。ウイルス運んでんじゃなくて、これ多分あれだよね。ワクチンだよね。あ、これワクチンってものか。ああ、ウイルスが V から始まるもんね。あれをウイって呼んでるんだから、ワクチンでいいのかもわかんないね、これね。あ、ワクチンって書くのか、これ。あ、まあ、まだわかんないけどね。お、いいけど、ちょっとあんまり時間かかりたくないのよね。実はこの後ザナドもやらないといけないので。ああ、 これがいいな、これにしよう。あ、違う、キャンセル聞いた。接続が確立されたら運行地の仕事を再開するための、あっちゃー、ダメなんだこれ。いや、キャンセルできるよね。上の方が単価いいんだよ、同じ場所でね。重さは？お、変わんないよ、上の方が。あら？いや、違うわ、下の方がお金いいよ。あ、送り先は若干違うんだ。こっちの方がやっぱ単価いいんだよね。ちょっと待って、断ろう。はんま、僻地に行きたくないな。仕事を断るのどうするんだっけ？あ、これか。未解決です。破棄しちゃおう。あ、いいね。これネットの仕事は断れっからね。ネットじゃない仕事は断るとね、違約金かかるもんね。あ、いや、違う。外部契約だね。で、これをクリックして、これだね。いやー、まあね、ちょっと本当久しぶりだから、ちゃんと運転の仕方分かってるかな。ちょっと気になってんだけどね。いやー、本当ね、もうこれで不定期枠も来週からはちょこちょこ復活できるんじゃ。ああ、そうだ、イベコだったんだ、トラックが。眠気マックスだね。先に眠気片付けるべきかな。危ない。で、先で左に曲がると。よいしょ。で、この先で左だね。いやー、それにしても長かったな。なんか1ヶ月かかっちゃった。1ヶ月超えたんじゃないかな。まあ、私がね、ちょっとエンジンかかるのが遅かったっていうのもあるんですね。私もほんとロースターターだからね。ちょっとなかなかね、やり始めの1週間あんまり、あんまりがっつりやらなかったからね。残りの3週間ぐらいはがっつりやって、もうヒーって言っちゃったんだけど。あとちょっとね、まあ昨日でね、ほぼほぼ、とりあえず完成したんですよね。完成したので、ね、ちょっとね、燃え尽きになっちゃって、っぽいね、私ね、まあこれ前からちょっとね気にしてたんですけど、私どうも燃え尽きるパターンが多い気がしましてね。今日ね、今日は土曜日なんでね、いつもだったら収録ばっかりをする、収録漬けになる日なんですけども、今日これこの時間で、今ね土曜日の21時半ぐらいかな、
多分ねアップするのが10時超えると思うんですけどね、もうあれですね、もう今日何もしてません。飯食べたぐらいですね。あとね昼からずっと寝てました。昼からね18時ぐらいまで寝てました。もうね起きてもねもう何もやる気多くなくてね、もう皿洗いもねお昼朝とお昼に食べた皿もねほったらかしのまんまでね、次男にねお願いしちゃった洗ってちょうだいってねえ、ほんとねもうなんかすんごくね脱力感っていうかね、いやー何度かね去年もあったんですけども、燃え尽きちゃうっぽいのがちょっと納品した後に燃え尽きちゃうっぽいねえダメなことなんだけどね、ただがっつりやりすぎたっていうのも今回あるんですけどね、ほんとねもう在宅だからずっとコーディングできるんですよね、まあ、考えながらコーディングだけじゃなくて、まあ、考えながら、やってると体おかしくなっちゃうね。あらあらららららら、あらららららら、T をせよっていうのが出なかったね。よいしょ。え、なんかまずいの？ちょっと私分かんなくなってきちゃってんだけど。ちょっと早く終わってザナドを取らないと明日の分ね。とりあえずワンパートでも取らないといけないんですけど、頼ますよ。え、どういうこと？コーンって言わない。ちょっと歪んでるっちゃ歪んでるんだけど。ダメージ受けるぐらい下がった方がいいのかな。勢いよく。これどう？ガッツリいくよ。え？どういうこと？全然受けてくんないんだけど。え、あれ受け取れってことだよね。お、強めにいくよ。ああ、大丈夫かいこれ。レッツドゥディスじゃないよ、ほんと。ああいうOKぐらい言ってほしいね。そんな強くぶつけちゃって、みたいなね。さあ、行きましょう。いや、天気も良くないね。ちょっといい勢いで突っ込みすぎちゃったけどね。はい、大丈夫ね。ほんで、左曲がれと。はい。全然右見てないけどね。さあ、早速寝ちゃおっか。あ、しかも1個、ハテナが2つあるから、あのハテナ2つをちょっとね、あのハテナ2つを、このゲームはね、このね、イベントの場合は、イベントというかね、外部委託はね、ガンガン寝て大丈夫なんでね、実動時間でいっちゃうからね、実動時間じゃないわ、ごめんなさい、実際の時間でね。ゲーム内の時間ではなくて実際の時間で行っちゃうので、さあじゃあ寝ちゃいましょう。もう眠気マックスなんでね、もう真っ青なんで。いやー、よいしょ。さあ寝ちゃいましょう。うわ、すごい迷惑な止め方だけどね。はいはい、20時明るいね。よいしょ。さあ、さらにあのハテナ2つをね、取りに行きましょう。取るというかね、あれを、何なのか見極めてから行きましょう。いやいや、左だね。すごい出だしが悪いね。あ、そうか、20何トンだっけ。結構重いんだ。どう行こうかな。右折からぐるっと回り込んじゃおっか。あ、いやー、ほんとね、まあなんとかなったかな。まあまあ、うん、明日インストーラー作って、で、明後日テストしながらマニュアル作って、テストは正直テスト1日で終わるような内容のシステムだからね。そんなのに1ヶ月かかっちゃった。
いやでも本当ね、そうだ、王道も渡んなきゃ、出だしが悪い。あれなんですよ、もう驚くような旧システムを見てると、旧システムのねデータベースを見ながらやったんですけど、驚くような内容でした。あ、ここで U ターンしよう。スカニアのディーラーがあるんだ。でここで U をかましまして、酔ったらごめんなさいね、ちょっと私もウッときてた今ね。いやいや、さらにもうさらに言うこと聞きませんからね、私まっすぐ行きますからね。いい加減怒られるかもしれないけどね。お、ほんと出だし悪いわこれ。出だし悪いな。あ、で人材派遣があると、でまたここも入って U をかましましょう。おーっと、入れますか。怒られそうだけどね。まあでもほんとね、お客さんにも言わないといけないと思うけど、まあ、おお、そうだ、右側通行だった、ごめんなさい。あ、助手席にも乗ってるってことはバスか。え、ちょっと待って、480キロもあんの？めちゃくちゃ長いじゃないこれ。あららららら、ちょっと間に合うかな。30分超えるね。40分50分コースだねこれね。ガソリンは大丈夫だね、燃料はね。いやーほんとにね、なんかとんでもないシステムだったな。もうガバガバなのね。普通はシステム化するっていうとね、言えば目指すところは猿でもできるっていう感じを目指すので、金属処理とかガチンガチンするんですよね。もうこんなとこ、カタカナ打っちゃダメとか、半角文字なんか打っちゃダメとか、数字しかダメだよとかね、あとそういう規則をねきっちりつけるんですけど、前のシステムがガバガバすぎてね、もうお客さんがほぼもう使いたい放題のような感じになってるんですよね。電話番号入れるところに文字が入ってたりとかね。すごかったのよね、電話番号入るところにね、母の携帯って書いてるんですよ。意味わかんなかったんですけどね、初めね。あ、母の携帯番号だよっていう意味か。そんなの新人のオペレーターさんわかんないじゃないってね。お母さん知ってないといけないのかいっていうね。あとあれだったね、上向きの矢印が入ってたところもありましたね。あ、上の電話番号の電話番号欄と同じって意味ねっていう。データベースにそれが入ってるのでびっくりしちゃった、本当ね。もうだからもうノリがね、もうエクセルノリでしたね。だから今後はお客さんにもそういう感じでもうちょっとシステム化していくと便利になりますよとかいうのも教えていけれたらいいんだけどね。ただ4次受けなのでね、私が知り得る限りでも4次先のお客さんの顔なんか見ることないからね。私とお客さんが直接会話することないからね。ほんとどうするのっていう感じなんだけどね。とまあそんな感じでね、まあなんとか仕事の方はね、まあそんな感じで、まあ今後伸びるかな。次なんかね要望が入ってくるとは思えないんですよね。そうだね。あとそうそう、 CSV の作り方もおかしかったもんね。なんでそんな作り方するのっていうね。タイトル業も入れて、普通 CSV っていうのは中身同じ作りなんですよね、普通。そうでしょ。あ、でも違うね。あー、これあれなのかな、銀行のオンライン口座とかの、あ、銀行じゃないよ、カード
カードの明細を CSV で落とすと、本当あれだね、本当明細を森から CSV にしちゃうようなデータになっちゃうもんね。あ、そんな感じなんですよ、お客さんの求めてるのが。まあそこまでひどくはないんですけどね。もうね、どちらかというと CSV そんな感じで使おうかなって思うんですけど、多分Excel で CSV を Excel で使うんだね。それだったらね、理解しちゃったんで、途中だって、なんでこんな、普通私の中ではね、CSV っていうのは何か別のもんにと、別のね、システムと連携、外部システムと連携組むために入れる、まあ言うとデータベースね、インポート、エクスポートみたいな感じで考えるんで、内容は、ね、同じ内容って言ったら変ですけど、同じフォーマットの内容の行でずら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 ってあるような感じなんですけど、もうなんかね、CSV、その1行目と2行目、3行目、4行目で、フォーマットが全然違うんで、なんでこんな要求して、要望してくるんだろうとか思ったら、Excel で使うんだね。Excel で多分後で加工したりするんだよね。外部システムとの連携とかじゃないんですよね。おそらくね。っていうような感じで、それをね、なんかね、仕事中に、なんでって、なんでそんなことなんのみたいなのがあって、すんごく頭つか悩まされちゃったね。いやー、まあでもいい勉強にもなりましたね。いやー、こんなにね、ザルっていうか、ガバガバなデータベース見たの、初めてだったからね。逆にだからね、普通は金属処理とかね、例えばあるんですよ、そういう属性がね、データベースの中に、項目にね、属性が設けられてまして、それを見ることで、大体どういうものなのかがね、多少わかるんですよ。なんて言うんでしょうね、これはキーになる値だとか、そういうのがわかるんですけど、今回ガバガバなんでね、どこにもね、その1位のデータがなかったのかな、1位というか、まあ、ユニークっていうんですけど、なくて、ほぼほぼ文字列、しかもね、普通必須項目ってあるんですよね。例えば何でしょう、例えばなんだろう、ユーザーを作るとすると、まあ、ID パスがないシステムなんでね、内部システムなんでいらないんですけども、せめて会員 ID、 氏名、生年月日とかは必須項目にならないといけないんですけど、必須じゃないんですよね。必須じゃなくていいので、まあまあでは、まあ、あとお客さんもね、もうね、まあ、元請けの元請けの元請け、多分4次先の方、私存じ上げてないんですけども、仕事を持ってきた人、一番根元で仕事をお客さんと会ってる人は多少いろいろ資料をまとめててくれたみたいなんですけども、その中でもんっていうようなね、内容がちらほらあったので、もうね、うちの元請けの元請けさんがね、打ち合わせに来たのはいいんですけど、他に何か聞くことないですかって、いや、聞くことなく、聞くことあるもない、もうガバガバすぎて、もう、漠然としすぎちゃって、もう何から聞いていいのやら、まあ、最悪、ね、必須項目どれっていうのは聞きましたけど、もう、いやー、で、本当にこれでいけますかねって言われたんで、いや、こんなのいけるかどうか分かんないよって腹の中では腹の中ではね、いや、もうてか無駄に、もうね、いけるかいけないかのつどつど打ち合わせしてると、もう無駄、時間が無駄になっちゃうので、もう私がなんとなくで作りますとりあえずっていう感じで、もうやったような感じだったね。まあだからね、まあそうそうそう、まあね、この件に関してでもないんですけど、大抵ね、新しいお仕事っていうので、なんでしょうね、リプレース、リプレース、他社のリプレースとかになっちゃうと、もう最初の1回はもうグダグダになっちゃうね。もうやっぱりね、お客さんもやっぱり素人というかね、
やっぱりね、自分がね、言いたいことが、自分の本当に、自分の会社がね、自分の会社が本当に何を欲してるのかっていうのが、まず、多分分かってない、なくて打ち合わせに来るんで、ね、それは本人が欲しいんだったら、ね、言えるんでしょうけど、本人が欲しいんじゃなくて、会社が欲しいっていうのを、担当者が、本当に要望を出してる方からの、要望を出してか来てる方から、来てる、まあ、現場とかの話を聞いてくるもんだから、ねえ、っていうのがやっぱりね、なんていうんです、1たす1は2のものが欲しいって言ってて、実は欲しかったのは2たす4は4のものが欲しかったっていうことがあったりするんで、まあ、それしょっちゅうなんですけどね。だから大体2回目ね、2回目のね、リプレイスがあったら、また次のリプレイスを、ね、私に言ってくれると、大体、ああ、こういうことだったんだなーって分かるんですよね。1回目のね、もう終わるときに分かるんです、大体。ああ、こういうこと言いたかったんだ、こういうこと本当は欲してたんだっていうのは、大体ね、最後に分かります。すんごいスピードガンガン変わるね、ここ。最後に分かります、大概。で、最後に分かるんですけど、もう、おお、どうなってんの、これ。あ、またあれなんだね。で、ここは ETC、あ、トラック右行けって書いてるね。え、20キロまで落とすの？へえ、すごいね。あ、なんか見たことない看板出てきた。検問かな、ごまるさんのマークだね。まあ、ここはバルティックシティ、あ、バルティックシーか、に向かってるので、ちょっと違うのかもわかんないけどね。もうダウンロードコンテンツの中入っちゃうからね。書類を確認中です。うわ、芸が細かいなぁ。と、まあ、話は置いときまして、さっきのね、話ですけど、すべて揃っています。良い旅やと。ありがとうね。最後に分かって、ああ、こういうこと求めたんだ。ひでえ、ひどい、ひどい、ひどい、あそこで張ってたんだ、後ろで。ああ、でまあね、あるんですけど、ここじゃ、20キロじゃオートクロージングできないんですよね、30キロ超えないと。で、まあ、そんな感じで思うんですけどね、で、ああ、これは求めてたんだと思うんですけど、もうそこでコースを使い切っちゃってんだよね。そっからもう、言ってたこと、理解したことをもう一度やろうとすると、今度大赤字になっちゃうから、大抵それができないんですよね。ねえ、だから次のリプレイスがあったら、私もう問題ないわって思うんですけどもね、もう次のリプレイスなんか何年先よってなっちゃうんでね。で、次、うち来るか分かんないもんねっていう感じなんでね。ですから、本当に、なんかね、もったいないなーっていうか、ねえ、そういうことは、ありますね。ですから、ほんとね、今回はデータのコンバートもやったんですけども、まあ、もうデータに矛盾がありまくりだったね。お客さんの新しい形にするんですけどね、お客さんの要望してる形に、ね、変えて、データの形、今までこうだったけど、こうしたいんだねって言って、 あ、わかりましたってデータをもらうんですけど、それをさあ、言ってる仕様にコンバートしようかなと思って、コンバートプログラムも作って、さあ、新しいデータベースにコンバートだーってコンバートかけたら、もう矛盾が出すぎて もうチェック引っかかる引っかかるね。もう、あ、またに、あ、20キロなの、ここ。まあ、いったな。と、まあね、そんな感じで、ちょっとね、仕事の愚痴が結構出ちゃったね。いやー、ほんとね。まあ、ですが、今回もね、ああ、これこうだったんだねー、というような。いや、まあ、今回はね、プログラム自体はそれほど変える必要ないんですけども、もっと、まあ、矛盾点はね、で、もうその出た矛盾点をね、一応是正する、内容を送ったんですけど、今のデータベースの、今のシステムの方で、こういうやり方やったらいいですよっていう感じを送ったんですけど、またこれ逆にね、それで手間かかっちゃうと、研修伸びちゃうんでね。それ、研修伸びるのが私はもう本当に嫌なので、まあ言うと入金がね、先送りになっちゃうんでね。
ですから本当はね、今月に研修をもらって来月に入金してもらおうと思ってたんですけど、多分もうこの時期だから間に合わないね。研修は多分来月になっちゃうでしょうね。で入金再来月になっちゃうので、っていう感じになっちゃうんですよね。ですから本当は先週の水曜日ぐらいに納品したかったんですよね。さすがに2週間あったら研修できるだろうとか思ったんですけど、ですから今回多分これでね、納品しても、で納品するときにデータコンバート、私が是正する部分ちゃんとやってるかどうか分かんないからね。でそれが多分ね、ずる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 なるとね、やっぱりそう思うと、なんだかんだ言ってもう今納めても研修くれるの来月20日以降じゃないかなと思っちゃうと、まあまあ来月20日だったらいいんですけどね、再来月に入金があるんでね、とかそういうね、やっぱり個人でやってるものですから、もう入金が遅れると本当に冷やがっちゃう、冷やがっちゃうねっていう感じなんでね、もう結構そこら辺はシビアにならないといけないなーってみたいな感じですね。なのでまあまあちょっとね、気合い入れてガーって詰めてやっちゃったんですけど、でもこれでもね、正直今回コースとか日にちが伸びちゃったんで、もう早く次の仕事欲しいね。もう3月入金取れるような仕事をね、3月入金じゃないわ、4月入金は取れるようなちょっと仕事もらっとかないとね。そうなっちゃうと、もう2月半ばぐらいから手をつけとかないと、3月、いやもう遅いわ、もう遅いね。本当ね、こんな飛ばせんのさっきのとこあんなスピード遅くって言ってたのに、こんな飛ばしていいのここ70キロで街中ぶっ飛ばしてたんだけどと、まあこんな感じですね。まあですからね、本当一番いいのはちょくちょく細かい要望欲しいんで、いやこういう使い方したらいいですよとかね、そういう感じにしてあげたいんですよね。もっとこういう使い方したらこういう分析使えますよとかね、せっかくデータベース使うんですからねっていう感じにしてあげたいんですけども、まあそれが多分ね、なんせ40受けだからね40受けだからね、通用するかなっていうね感じですね。よいしょ。ほんとね、もう海外どうなんだろう、海外ではそんなことあんま聞かないんだけどね。もう50受け、60受け、70受けとかね、言いますもんね、大手とかになると。ああ、でもどうなんだろうね。この、やっぱね、この IT 業界ってね、やっぱり複雑なんでね、騙した、騙されなかったっていうのがめちゃくちゃ多いんですよね。まあ先ほども言いましたけども、お客さんも何が欲しいのかっていうのを分かってないので、分かってなくて言ってくるんで、出来上がったものが欲したものなのかっていうまずほとんどありえないっていうような状態なんですよね。小さい規模だったらいいんですけども、でも今回の規模なんかすごい小さいシステムでもこんなこと言ってるねまあまあそれを吸収するのもね、システムエンジニアの役割だよって会社は言うんですけども、会社とか一般的に言われるんですけどもいやいやいや、インプットが違うものにどうやってちゃんとしたアウトプットできんだよっていうねえ、私は思うんですけどもね。いやまあでもね、そう言ってると仕事できないのでね、仕事にならないのでね、ねえ、なかなか本当、ああ怖い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 、なんでそこで減速するのよ見合っちゃったのかな、もう加速しないかねと、まあそんな感じでしょうかね。いやーまあまあでもまあ出来上がってほっとしてますね。あとテストはね、まあ本当に先ほど言いましたけど、1日あれば済むかなっていうような規模なので、まあね、多分というか、もう部分テストはね一応終わってるんで、あと全体テストするだけなので、そこぐらいですね。まあなんかね、まあいろいろと、そうだね、共通化で時間かかったな結構ね、やってるとあるんですよね。
あ、ここ共通化できんじゃないのって後で気づくんですよね。先に気づきゃいいんですけどね。ちゃんとね、計画できてるよね。先にね、あ、ここ、2回も3回も使うところだから共通化しとこうっていうのが、あ、まあまあね。今回もそこでね、そういう感じでうまいことできた部分もあるんですけどね。もう画面周りなんかね、もう共通化の嵐ですから。もうガンガンね、共通化して、で、すごく、ここで利益取るんだっていうような感じでね、そこはうまいこと言ったんですけどね。ここは別に利益取れないなっていうところがえらいことになってね。コンバートにあんなに時間かかるとは思わなかったな。矛盾出まくってどうすんのこれって言って頭の中でもっぺん仕様に詰めてね、もうお客さんが言ってる仕様が足んないからね、そこを埋め合わせる仕様は自分で考えて、これでいいかな、これでいいかな、これだったらお客さんも要文句言えないよねって、これがやっぱり合理化だよねとか思いながら、いやー戦ったなー。こんなとこでこんなに時間かかるの。だから本当ね、コンバートと、そうだ、マスターメンテだ。はいはい。すんごい速度制限うるさいな、ここ。もう速度制限うるさいのかうるさくないのか分かんないね、このバルティックシーね。そうそう、だからね、コンバートもさっきの限定になったし、マスターメンテもね、マスターメンテっていう、まあ、マスターの、まあ、メンテナンスそのまんまなんですけど、マスターデータのね。ガバガバすぎてほんと困ったもんね。こんなの、まあ、お客さん曰く生年月日だけ必須にしといてって言われたんで、私がほんとこれ必須ないんですけどいいんですかって言ったらね、生年月日だけ必須にしといてって言ったら、いやいやダメだろこんなのってね。あとあとなって、何これもうわやくちゃじゃないのって言って、だからね、それほどねウェイトを置いてなかったね、マスターメンテとねデータコンバートにすごい時間かかっちゃった。あー、まさかね、普通マスターメンテナンスなんかね、もうデータベースのね、その仕様にしたかってコンコンコンってできるレベルなんですけど、ちょっと時間かかっちゃいました。あとデータコンバートね、まさかこんなところで矛盾出ないだろうねって言って、一応ねチェック入れるんですけども、そこでチェックで、いやいや矛盾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 あるよって山ほど出てきたんでね、えって見たら、元データ見たら、あ、本当だ、お客さんこれ定義未定義になってんじゃないっていうね、もう困っちゃったねっていうのが、まあまあ今回のね感じでしたけど、いやいやもう同じ話をしつこくするとこ見たら、私よっぽどあれだったね、よっぽど腹に据えかねたんだねこれね。まあまあ仕事の話はこんな感じにして、まあ来週から不定期枠ちょっとね復活させていきたいなと思っておりますね。で、あとね、そうそう、定期枠でこんなのまとめにしなさいよっていう話ですけど、ちょっとまとめもねなかなかできそうにないので、あ、でもまとめしようか、明日あたりまとめしようかな。もうですから今日今晩は土曜日ね、いつもこれ定期枠の定期枠の収録、今だったらザナドゥと信長の本能寺の編を今日で14本撮らないといけなかったはずなんですけど、まだ1本も撮ってないんでね。まあ信長はね、先週たまたまね余分に1本撮ってたみたいだったので、まあそれで何度か一本助かったんですけども、ザナドゥは間違いなく明日の朝に間に合わさないといけないんでね、一本取らないといけないなというところで、まあザナドゥもな、もうザナドゥね、あれ本当も過酷なゲームだわ、もうザナドゥはそう、もうザナドゥは間違いなくやり直します、やり直しますね。もうやり直さないと、もう、おお、危ない、ごめんなさい、直進できると思っちゃった。出ていかない、前に出ていかない、前に出ていかない。ていうか、何、6速発進してんのかな、これ。違うよね、最初の出だしは多分1速か2速で走ってんだよね。早くスカニアのね、スカニアに戻りたくなってきちゃった。いや、こっちもね、
ね、軸増やせば、軸増やしてエンジンのパワーもう一発上げればね、問題ないと思うんですけどね。重量貨物に適してない車でちょっとそこそこの重量運んでんでね、こういうことになってんだと思うんですけど。なんか変わった道だねこれ。何、今4速から10速に入ったような気がしたんだけどね。あれ、これシフト変えてるよね、ギアちゃんと。ああ変えてるはずよね。私そんな無謀なことしないよね。エンジンのパワー上げてギアだけ、ギアは変えないとかね。え、ちょっと待って、左、え、こっから左通行なの。え、ちょっと待ってね、左側通行になってんのここ。いやー、こういうところで時間取るようにしてんだね。はい、全て揃ってます。よい、よい旅だと。ありがとうね。で、ほらほらほら、やっぱり右から来てるよ、向こうさん。右側通行から来てるよ。あそこのレーンだけ左、あ、左側を走れってことだったのかな。これ左側だよね。これ怖いんだけど、右側当たんないかな。当たった。けけけ。ちょっと待ってね、これ。おお、二足発進で。当たらない程度にって、当たるでこれ。あ、大丈夫、いけたね。よかった。あと何キロ寝たのにもうね、あ、でもそれでも150キロか。寝たのにもう青くなってきてるもんね。あ、いやまあね、ちょっとザナドはなかなかね、ですんで、やり直すことになりますね。あのゲームすごいわ。ほんと。あのゲームね、もう、溶かす気ないですね。え、20キロまた20キロか。いや。これアクセル、アクセル街道もうパタパタでするしかないんだけどね。とんでもない。バルト三国とんでもないな。え、ラトピアとかでしたっけ。あ、これって検問のマークだったのか。検問、検察、わかんないけどね。あ、もう3時になってんね。2速発進でつまずいて6速に入って次10速か、9速に入ってか。また20キロ。20キロってまた厳しいね。いやー、でもほんと久しぶりにね、もうユーロトラック乗れてね。ああ、ユーロトラックはぶつくさ言えるからいいね、ほんとね。ほんと独り言増えましたよ。ぶつくさ、ぶつくさ言うこと増えましたね、私ね。ああ、ひょっとしたらこれ、仕事中収録しててもいいかもわからないね、私の仕事こんなのみたいなね。ぶつくさ、ぶつくさ言ってますもんね。ほんとにぶつくさ言ってました、今回は。ご近所さん聞いたらまずいんじゃないかなっていうぐらい。あ、そんな感じでしたかね。いやー、でもまあ、あ、ちょっとこの燃え尽き症候群なんとかしないといけないな。まあ、あとね、やっぱりこんでまた私昼寝たでしょ。昼からがっつり寝てるんでね、これまた夜寝ないんですよね。夜寝れなくて夜起きちゃうんで、また起きるのがね、朝起きる、いや、今日もね、実は昨日4時に寝てんですよ。朝の4時に寝てね、9時ぐらいに起きてんですよね。がっつり寝れないんですよね、昼まで寝たりとかっていうのはもう年食って。
ねえ。なので、すごいね。疲れが取れないでしょ？ 4 時寝てんのに、もう10時ぐらいに起きちゃうから、5時間ぐらいで起きちゃうでしょ？で、また眠気が溜まってる状態でそのまま行っちゃうんで、で、昼ご飯食べるでしょ？ほんで、うつらうつらって眠くなるでしょ？で、そんで、そこで今度ガッツリ寝ちゃうでしょ？ほんで、そうするとまだ夜寝れないでしょ？これで悪循環になっちゃうんだね。ああ、危ない危ない。捕まる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 。とまあ、こんな感じなんでしょうね。しかもね、そうそう、もうね、在宅すごいから、私。今週もね、いっぺんだけ外出ましたね。かみさんに誘われてね。かみさんに誘われて、お昼ご飯食べに行きました。ねえ、それだけだわ。出たの、外に。だから運動不足すごいですね。まあ、先週ね、まあ、明日も、明日じゃないわ。ごめんなさい。月曜日はね、今度の月曜日も会社行くつもりなので、会社に自転車で行ってるんですけどね。自転車で行ったらまだ多分私ね、ぶっ倒れそうになると思いますね。先週自転車で会社行った時ね、ほんとね、坂あるんですけど、坂ちょっと立ちこぎして乗っただけで、もう息切れて、もう息切れるだけじゃなくて、胸張り裂けそうになっちゃってね。でもあとはね、もう会社着く もう100メーターぐらい手前で信号がね、あったんですけど、大通りの。信号、長めの信号引っかかってね、そこで立ち止まってると、もう、あ、ごめんなさい。もうね、立ち止まってると、もう貧血っていうか倒れそうになってね。倒れそうになっちゃいました。ほんとね。あ、16速入ってるから、ちゃんとギアはやってんだね、これね。まあ、ただ、この16速すごい重そう。スピード全然上がらない。エンジンパート足んないんだね。なので、もう本当運動不足すごいね。しかもね、車乗って行ったんですけど、車も3週間ぐらい乗ってなかったのかな。もうエンジンかかんなくてね、焦っちゃったね。もうセルモーターずーっと回してたんだけど、全然。で、しまいにね、半年ぐらい前にね、バッテリー上がっちゃってんでね、うちの車。バッテリー弱いだろ、弱いからやばいなとか思ってね。あ、でもバッテリー頑張ってくれましたね。バッテリーずーっと、もう、どんだろう。トータルで1分ぐらい回したかな。1分ってよっぽどだけどね。ならエンジンかかってくれて。もうずーっとね、もう全然キロ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 言ってて、あ、もうこれもうまた JAF 呼ばないといけないって思ってね。思ったんですけど、かかってくれて。まあそっから朝食行ったんで、多分ひょっとするとね、ひょっとその燃料がね、もう、なんだろう、しばらく、なんて言うんでしょうね、インジェクションかな？インジェクションの方に溜まってんのかどうかわかんないんですけど、まあ、インジェクション付近の燃料が ほったらかしてダメだったんだろうかもしんないね。ほんとね、もう、お、どうすんの？これっていう感じで。で、私も そこでよく、まあ、かみさんと一緒にエンジンかけてたんですけど かみさんに向かって聞いても仕方がないんだけど、かみさんに向けて「え、何なのこれ？」ってね、エンジンかかってない最中に。で、かみさんも「いや、知らない知らない」って。そりゃそうだよね。かみさんがそんな答えれたらすごいよね。 いやいや、それは実はね、ガソリン、燃料系がちょっとダメみたいだねとかね 言われたら私 あ、そうなのねっていう感じになっちゃうもんね。もう私が神さんみたいじゃないっていうね。私が女性みたいじゃないっていう感じになっちゃうんでね。しっかりしなよって自分にね、思いましたけどね。ちょっと取り乱したのかなって自分で思っちゃいましたね。と、まあ、そんな感じがありました。と言ってる間にもうあと何キロ？あと40。あ、それでもまだ44キロあんだね。まあ、90キロで走れると速いわね。ああ、90キロは速いわ。さあ、それでも結構いい時間になってると思うんですけどね。朝の5時です。そうだ、夜走った？ 私、記憶ないんだけど、ずっとこの明るさだったような気がするんですけど、違ったかな？夜あったのかな？もうぺったらくったら喋ってたんでね。もう、全然背景見てないのかもわかんないね。てか、道も見てないのかもわかんないね、ろくにね。もうね、
そうそう、これねゲームだからこんだけ喋れるんですけど、私最近ね人乗せて、まあ神さん乗せて車を運転してると、たまにね神さんが喋ってるの聞けなくなっちゃいますね。これも年と日頃車乗ってないからっていうのもあるんでしょうけど、昔はね乗りながらバン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 喋って、もう私昔はねもうこんなことを言ったら怒られるんですけど、乗りながら、車乗りながらタバコ吸いながらね、弁当食べてたような気がしますね。あ、タバコは吸いながらじゃないか、弁当、あ、そうだ、乗りながら弁当食べながらお茶飲みながらってやった時期がありましたね。でそれしながら、まだ法律でねダメだってなってない時に携帯もしてたような気がするなまあ昔はねそれぐらい並列作業ができてたんですけど、今もう無理ね、もう無理で、もうかみさんが横で喋ってても、あ、ごめんなごめん、もう話できないからって言って車に集中、運転に集中しますもんね。だからもう全然言われても聞けないからねっていう話して、もうそうでもしないともう全然車に運転に集中できないっていうのが分かるので、ねえ、まあまあ本当はねもう運転に集中すべきなんでしょうけど、もっともっとね、うん、あ、ここは街中60キロで行けるのね。お、何？緑色からいきなり緑のと、お、ここそういうこと、今の車ウインカーつけてた？つけてたか。ここの信号そうなんだね。この国の信号、ここどこの国？この国の信号は黄色になる前に青が点滅するんだ。赤になるまでに2段階あるんだね。親切なんだね。今密かに隕石乗ったね。まあヨーロッパってラウンドバウトが多いんだね。まあこれで2万何本もらえるからね。もうこれでトラック買えるわ。トラックもう一度買っちゃおう。まあそれは次回にしましょうか。まあ、今回だいぶね来ましたからね。あ、ここじゃないね。おっと、どこだい？あ、こっちか。もうキープライトとか言って真ん中走ってるけどね。はい。はい。Turn right.はあ、まあなんとか。重い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 ね、もう本当に。ああ、早くスカニアに戻りたいな。パワーあったもんね、スカニアね。今な、あ、まだ700馬力のエンジン積めないんだよね、私レベルが低いから。そうなんだよね。いやー、まあ今回はね、なんかね久しぶりだってことでね、不定期枠を、不定期枠できない原因になった仕事の愚痴は散々言いましたけど、ごめんなさいね。もうヒタの愚痴って聞いてたらね、ヒタも面白くないもんね。面白くないと分かってんですけど愚痴っちゃうんだよね、ほんとね。あら、どこ、え、どっち止めんの、左？あ、簡単なやつかなと思ったらちょっと難しいやつだね。しかも左側にコンテナがあるんで、これ結構難しいんじゃないの、これ。ほらちょっとこんな無理だわ。こんなのどうすんの、できんのこれ。めちゃくちゃテクニカルじゃない。おう、二足発進。ちょっと待ってね、これできるかい？これいけたらトレーラーってすごいんだよねっていうことになるけど、なんかね荷台長いねこれすんごい長い荷台だね。そろそろ戻さないとまずい気がするんだけどね。早いかな、
あ、早いね。ちょっとこの、おお、怖い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 。いっぺんここで首振っていいんじゃない？あれ？あら？見えてないんだけど。あ、逆逆、そっちじゃない。私がしたかったのはそっちじゃない。あ、生きてる生きてる、白いの見えた。あと当たらないようにね。当たりそうなんだけど。キャー、怖い怖い、右側が怖い。いやいやいや、そっちダメ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 、ちゃんとちゃんと真ん中に振ってね。そう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 何がおかしいのっていう感じなんだけど、なんか笑いが止まんないんだけどね。よし、こんな感じ。あー、よいしょ。何の音？あ、雨か。ちょ、雨の音でパニックになっちゃったよ、私。なんか擦ったのかなと思っちゃった。さあ、高音を言ってください。えい、えい。わあ、車庫入れ大変だわ、これ。よっしゃー、コイン2万5000だっけ。よっしゃ、2万5000来たね。じゃあね、この辺でやっておきましょう。ユーロトラックシミュレーター。おー、ちょっと待って、今おいくら？ 15 万もあるわ、いいの買えるわ。ベンツ買おう、ベンツ。あ、ベンツじゃない、メルセデスだね。ということで、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。裏返っちゃった。あ、違う違う、それじゃない。あ、そうだ、しまった。今変な気をしちゃったね。じゃあ終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。